随林随林は、新末の官僚。字は、清志戦。満州政愛気人で、氏族はイエヘナラ氏、家へならし。大乗寺商教、内閣学士、礼部次郎を歴任し、皆、豊か三年に、戸部次郎に移動して軍機大尋常構想を兼ねた。時に、太平天国の北伐軍は聖海県と独流鎮によって、北京を伺っていたが、随林は、 ホルチン軍をセンゲリンチ鎮に従って、独流を攻め落とした。西海の太平天国軍は、岡城を落とし、レンチ鎮と三島将の高刀州に兵を分けたが、皆、豊か五年に、随林派レンチ鎮ンを陥落させ、指揮官の林宝将を捕らえた。随林は、バトルの称号を与えられ、西安将軍となったが、就任しないうちに、霊部将所に任命され、白旗もおこととを兼ねた。 アロー戦争中の皆、豊か八年に大古放題の収築を命じられ、北京に戻ると、戸部少書、文猿閣大学士に任命された。皆、豊か10年、勝ツボと共に、通州の守りについていたが、イギリス・フランス軍に敗北して、免職となった。その後北京条約が成立すると、戦議林鎮に従って、三島省で年軍と戦ったが、 大賀屋の羊山州で敗北したため再び免職となった。皆、豊か11年、木畑官軍都党に任せられ復帰、翌同治元年に熱火都党に任命され荒野の開墾を進めた。同治2年に甲州将軍に任命され、同治4年には両校総督代理を兼ねた。太平天国の皇皇広志海洋が、福建省から関東省への侵入を伺っていたが、 これを撃退した上、節草と草総統らと協力して、大海洋を包囲し、完全に攻め滅ぼした。同治5年、正式に、良好総督となり、貴族の鎮圧と関東艦隊設立に手腕を発揮した。同治10年、再び、文猿拡大学士に任命された。死後、文総の死後を贈られた。ありがとうございます。